お疲れ様です。お、リュウトだ。はい、どうも。はい、リュウト。はい、あの、店内案内してくれ。店内案内ですか？店内案内を、君の見たところのブックアイランドの店内案内を教えてください。あ、まず入って、うん、入ってちょっと先にグレースペースがあるんですけど。ほう、あ、そこですか。ここに、え、そこ行かないの？ちょっと待って、そんな駆け足なの？ゆっくりでいいよ。ゆっくりですか？あ、ゆっくりでもいい。ここがスリーブです。はい、スリーブです。はい、そんでで、スリーブで、なんか安いスリーブがあるんですけど、うん、あの、全部80枚とかそんぐらいなんですけど。はい。で、デュエマとかそれで着て40枚なんで、はい、これ買うと 2個分作れます。あ、そうか、500円で2デッキ分ができるんですね、はい、ああ、そうだ、確かに。これ結構前にお金ない時に使ったんで、うんうん、おすすめです。あ、いいですね。はい、じゃあ次いきます。今お金あるんですか？今お金あります。すごい、はい、バイト続いてるもんね。続いてます。やった、バイトが続いてる。はい、はい、次レジカゾーンと高いカードが置いてあるじゃないですか。はい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 、はい、でここら辺に、うんうんうん、まあ、プロモとか、うん、優勝のあれとか確かにあります。で、自分のうん、大好きなドキンダムくんがいます。仮面ライダー？あ、ドキンダムの話や。ドキンダム、あ、はい、もう読めないやつ。あ、キンダム文字のね。買えば自分の持ってるドキンダム全部揃うので、うん、お、そうなんだ、はい、じゃあいずれね、うん、ここがデジカゾーン。デジカゾーン、はい、デジカどうなんですか？自分は触れたいと思ってるんですけど、うん、今触れたいカードゲームがいっぱいあるので。いや、やめとけやめとけ、もうDMだけで手一杯でしょ。そうです、うん、今ポケカやろうとしてなかった？なんかやります。やるの？やります。なんか鶴に相談してたじゃん。やります。ポケカやるんですか？ポケカゾーンでーす。はい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 。はい、ここら辺、あの、そんな詳しくないんですけど、うん、いろいろ追って、うん、並べてあります。はいはいはい、ポケカね。うん。でも、カード1枚、そんな、高いやつは高いですけど、うん、可愛いやつは多分安いんで。なんか、安い版もあるんだもんね、はい。高いは高いのあるけどね。そうだよね。バージョン違いで全然安く遊べます。こちらも、はい。はい、うん。好きですね。はい、OK です。そして、はい、スペースです。デュエルスペース。お、デュエルスペース、はい。あ、広い、広くなったんだけどね、これでもね。広くなりましたね。昔の狭い頃覚えてる？はい、覚えた覚えた。ここら辺しかない時。そうそうそう、一列しかない時にね。懐かしかったです。リュウとかまた小学生の頃ね、はい、うん、あの、久しぶりに来て、うん、めっちゃ広くなってるってめちゃめちゃ感動しました。ああ、そうそう、はい、広くなったんです。この棚ずらした時に竹馬とかがえいっと押したんだけどね。うん、そうそう。そうです。はい。あと、ちゃんとここ使いたい時は、うん、店長にちゃんと挨拶して、はい、名前書いてから来てください。そうです。あ、いいこと言ってくれた。確かに。黙って座られる。うん？来るって聞きますもんね。そう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 。よくない。ちゃんと言ってください。そうです。はい。使う時は一言声かけてくださいね。はい。あとは？まあ、本ですね。はい。自分結構ここら辺でいい本探したりしてるんですけど、うん、リュウトさん本読むんですか？本読むの好きですよ。おお、どんな本読むんですか？最近読んだのは、うん、あの、舞台とか、最近ヤングエースで漫画配信されてるんですけど、はい、あの、トランプっていう、うん、結構暗い物語の小説があるんですよ。へー。で、そのとの小説が、うん、家にあるんですけど、うん、あの、千何ページとかあるんですよ。はあ、あの、ハリーポッターみたいな感じの厚さで、うんうんうん、で表面の、うん、あれもいいし話もいいし、うんうん、好きなんですよ。へえ、結構感動するんですね。あ、そうなんだ。はい、じゃあそういうの読んでるんですね。好きですね。はい、意外と本を読んでるゆうとくんでした。はい、はい、そしてでこちらも行くとスリーブとゼックスですね。うん、懐かしいね。昔マジックだけゲートルですね。はいはいはい、この辺はゲートルじゃもあるね。ありますね。ああ、そうですね。ゼックスはなんか松井さんがやってる、ね。やってたね。昔はだから全速さんとかもすごいやつね。旗とか。はい、うん、そうですね。ここら辺そうです。はい。可愛いスリーブたちがいっぱいあります。あります。はい。はい、うん。勝手に。そしてそしてそして、はい、こちら行くとこちらラッシュデュエルの場所になります。ラッシュデュエル。こっち遊戯王。はい。遊戯王やってたの？遊戯王やってました。あ、そう、小さい頃にやってた、はい、昔やってました。おお、今多分そのデッキの片割れが家にあると思います、うん、あ、そうなんだ、はい、復帰もできるってことですね。復帰もできますね。うん、ラッシュデュエルは触ってない。ラッシュデュエルは触ってないですね。うん、気になる要素だったなんてこと、なんてこと。いや、これから来るかもしれないけどね。でも気になってはいたんですよ、まあ、でも、うん、なんかバトルゾーンに3体しか展開できないっていうのが、あ、きついなと思います。デュエルリンクスに近いのかな。まあそんな感じなんですかね。うん、はい、はい、遊戯王コーナーです。結構人気あります。結構変われますよね。うん、遊戯王はうち大会も何もやってないのにお客さんは結構来てくれる、うん、はい、そうなんです。全速さんたちもやってますもんね。やってるやってる。バナスさんと、そう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 、まあ昔から、マッチさんもやってます。うん、マッチさんもやってますもんね。マッチはだってもともとは遊戯王のガチプレイヤーだもん、ね、うん、そう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 、そうです。
いろいろあります、ね、うん、でも自分は結構遊戯王あれなんでブルーアイズとかのデッキしか使ってなかった。おー、いいじゃんいいじゃん。全速さんもブルーアイズ大好きだよ。うん、すごいやつ。そうそうなんですね、はい、これは遊戯王です。はい、そしてお目当て、お目当てなの？はい。ディエマですね。ディエマ、はい。ディエルマスターズ。はい。あそこの、うん。まあ、ポスト順に並んでるんで、見やすいは見やすいで、探しやすいです。お、いいですね。はい。はい、まあ、騒ぎの紋章がここにあって好きです。そうなの？はい。え、最近はそういうのなの？あれ、GOD のリュウト君じゃないの？ GOD はちゃんとデッキあります。はい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 。今メインは。使ってないです。あ、そうなの？あの、あのいろいろ構築考えてる上で、うん、色が重なりすぎて嫌いな、嫌いになっちゃった。嫌いになったの？嫌いになったっていうか難しくなったんです。あ、そうなんだ。わかりました。いろいろそのマチさんの動画出たじゃん。うん、出たじゃないですか。うん、でリストも出してコメント欄見ていくと、うん、あの AU タイム採用してるとかいろいろメタがきついからそれ焼くようにデッキを作ってるみたいなのがあるんですよ。うん、そしたら間に合わない。あ、そう、死んじゃう。じゃあ迷宮に入っちゃったんですね。そのいろいろアドバイスを受けて。そうか、昔の方が勝てた。そうです、ね、そうなんだ。昔白溝が、白溝と、うん、あと落下があったんですよ、うんうん、あの水と光と赤の、うん、はいはい、あれですよ。でそれのデッキもいろいろやってみたんですけど、うん、やっぱり周りが遅かったっていう、うん、そうか。じゃあ今一番メインで使ってるデッキははデスダークですね。デスダークなんだ。デスダーク、結局この色なんだ。はい、ああ、デスダークは違う、うんうん、デスダークは黒です。黒か、こっちの方か。ああ、そうなんですね。でここら辺は次が、はい、そして、うん、こっち側が水文明。はいはいはい、うん、はい、水文明になると、うん、まあ、また一色違って、うん、いい感じに見えますね。自分は水文明のところ大体見るんですけど、はい、水文明とか自分の好きなところが、うんうん、光と水文明と闇文明なんで、おー、ずっとなんか暇な時は見てるの。見てます、ね、そうなんだ。はい、おー、わかりました。自分が最近使ってるサイバーダイスベガス400円で、はいはいはい、このベガスが一番好きですね。あー、絵柄がいろいろあるけどね。はい、はい、でこっちが、多色、多色ゾーンになります。うん、まあ、高いカードもたくさんありますけど、うん、安いカードは絶対安いんで、自分の使ってるケロサイトとかもニコーストでレインボーだったら間に合いますね。はいはいはい、はい、で使えます。でも70円なんで結構それ安いと思います。うんうんうん、下に行くとあれですね、最近出たので B レアとか、うん、A レアがありますね。ああ、そうだね、2種類あるもんね。はいはい、だからそこら辺が結構たくさんありますね。はい、多色になると、うん、最近多色なんで、うん、そこら辺の AB が多くなるんですよ。うんうんうん、なのであの興味見ると分かりやすいんで探してみてはいかがでしょうか。分かりました。はい、はい、そしてこちらはお目当て闇と闇で、はい、リュウトの好きな闇。はい、で自分が好きなのは、うん、一番下とかにあるんですよ、ね、はい、あの無月の門っていうのが下に。うわ、なんかやらしいのばっかだなお前は。全くもう俺が苦手なのばっかり好きだな。わかりました。はい、はい、ですよ。そして溝、自然も嫌だな。自然もそうですね、マナ加速して大量に展開されますもんね。そうだよね、そうかそうか、はい。ちなみにあの今撮影のコーナーがありますけど、ここは紹介してください、リュウトさん。はい、あの主にマチさんが大会とかで、うん、マチさんというのは誰のことですか？マッチーさんの TCG チャンネルという、マッチーさんの TCG チャンネル、はい、うん、最近10万人撮る。ああそうなんだ。そう、ちなみにリュウトさんはよく見てるんですか、その動画は？いや、見てます。めちゃめちゃプリングの参考にしてます。おお、そうなんだ。ちなみにこの辺のメンバー誰に一番お世話になってるんですか、リュウトは？全速さんです。嘘だ。全速さん。本当です。あ、そうなの？本当です。全速さんを昔から結構、昔からね、結構なってる、うん、かまってもらってるよね。かまってもらってます。はい、よかったね。うん、はい、はい、じゃあこの中で一番苦手な人誰ですか？苦手、うん、オレオさん、ね、オレオさん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 は普通です。普通です。普通です。これまで感覚狂ってる。マジですか？自分なんか普通ですよ。はい、そして、あ、今撮影してるとこごめん邪魔しちゃったね。はい、そんで気分名です。はい、気分名、自分が昔、うん、結構小学生の時に握ってた雪が、うん、赤タンレッドゾーンなんですよ。おー、いいじゃん。はい、うんうん、なので知ってる知ってる。ここにそうだよ、そういう方がいいよ。気分名のバイクたちがいっぱいあります。はいはいはい、また組んでます。よし、頑張れ。はい、よー、頑張ってます。あのザマッハっていうカードが好きなので、うん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 、わかるよ。そういうなら俺もわかるよ。はい、でこっちは撮影じゃないんだな、これは。こっちは何やの？練習です。練習して、あ、撮影の準備はね。
ここは無色ゾーンになってます。最近影薄いね。影安いです。影がな話題になんないけど。はい。でも、うん、あれですね。一番後ろにある、あの、横向きの希望のジョースターが。知ってる、なんだっけ、全部。無色になります。そう、ね、俺そう、今日初めて知ったんだけど、なんか、うん、難しいね。難しくなっちゃうんですよ、あのカードって、うん。だから、あれ、なるべく、使いたくないですね。あ、使いたくないです。自分は。わかりました。はい。はい。じゃあそういうことでリュウトさんありがとうございます。紹介してもらいましたんでリュウトはあのいつも店にいるもんね。結構 ねで、あの挑戦を受けたら誰でも挑戦、はい、対戦する。全然、はい。じゃあ、あのリュウト君といやらしいデッキしか使わないので最悪でも最近ちゃんと殴るデッキ作ったあ本当ね。よしじゃあリュウト君の対戦したい人はブックアイランドにお越しください。はい、ありがとうございます。よっしゃ。